私たち生命は一体この宇宙でどのように生まれて、これからどのような運命をたどっていくのでしょうか。私は生命を構成するのに欠かせない分子であるこの RNA という分子の研究をしています。でも体の中にある RNA を調べているわけではありません。今世界的に合成生物学という研究が進んでいます。言ってみれば作って理解する生物学です。生物を構成する分子をもとに人工のシステムを組み上げて細胞の運命を制御したり、生命の構築原理を探ることができます。私も試験管の中でいろいろな機能を持った RNA を作り、それをもとに細胞とは何か、生命とは何かを理解する研究を進めています。また iPS 細胞から変化した細胞を選び出すことができる RNA を最近開発しました。ここは iPS 細胞研究所ですが、この技術はもしかすると iPS 細胞を使った未来の医療に貢献できるかもしれません。生命の謎を探りながら世の中に役立つ技術を生み出したい。研究は苦労の連続ですが、時に心から興奮できる瞬間があります。その瞬間を研究室メンバーと共有して、若い人たちに夢を与えられる研究者になることを目指しています。